今のお母様には赤ちゃんしか本当に慰めてくれるものはないのだわ。どうして私は生まれてきて赤ちゃんは生まれてこなかったのだろう。私の方が生まれてこなければ。そんなことないです。ご主人様がいらっしゃるからスーはご主人様にお会いできたんです。ありがとう。あ、出たわね、この赤は。お母様、そこにいなさい。お嬢、お嬢。お母様、しっかりなさって。やるな、赤は。お母様、幸せってどうして長く続かないのかしら。私もう楽しい夢を見られなくなっちゃった。出たな、奥間。お母様、それがお人形よ。こうしてやる。ほれ、ほれ。お母様。思い知ったか。お母様。お母様、かわいそう。奥様にはあまり近づきにならない方がいいです。さあ、ゆいとちゃん、おむつ替えましょうね。まあ、かわいいわね。お母様、人形をお相手に。あのね、お父様。なんだ。お母様が。ああ、相当めいっているようだね。お母様、お医者様に見ていただいた方がいいと思うの。ん？お人形のね、おむつを替えているの。いや、でも。本当よ。時々変な笑い方もしているの。私といる時は全然そんな感じがなかったけれども。お母様、かわいそう。じゃあ来週見てもらおう。お母さんがまたお前を辛い目に遭わせていなければいいが。平気よ。今一番辛いのはお母様なんだもの。お父様がね、来週連れて行ってくださるって。よかったですね。ええ、今のままじゃお母様かわいそうだもの。お前は人の心を癒せないの。スーには専門的なカウンセリングのプログラムが入っていないんです。そう。早くお母様が元気になるといいわね。その夜、私は不気味な雰囲気を感じて目が覚めました。いたな、悪魔。私の子供を返せ。やめろ。話せ。さくらが何をしたって言うんだ。話して。その子が私の赤ちゃんを奪ったのよ。やめろ、そんな危ないものを。
その子が私の赤ちゃんを、そいつが悪魔なのよ。悪魔なものか、私たちの子供だろう。違うよ、悪魔よ。やめろ、いいから二つとも渡しなさい。あなたまで私の邪魔をするの。正気づけ、さくらはずっとお前のことを気にしていたんだぞ。お前がかわいそうだって。自分で殺しておいてよくも。さくらがそんなことをする子か。離して。ありがとう。でもいいの。
死にたい。ご主人様。お父様とお母様のおそばに行きたい。スー、殺してって言ったら殺してくれる？スーにはできないです。毒薬なんかないわよね。ご主人様、こういう時に体が弱いとダメね。飛び降りることも首を吊ることもできないんだもの。ご主人様、死んだらダメです。スー、ご主人様がお亡くなりになったら悲しいです。ご主人様、あやとりしたいです。ご主人様、スー、もっといっぱいあやとりの勉強したいです。ご主人様、スー、お花取ってきます。お花を見たらきっとご主人様も元気が出ます。お花？スー、取ってきます。お父様、お母様、私どうすればいいの？おじ様が生きてらしたら死にたい。死にたいよ、お父様、お母様。ご主人様、本当に積んできたの？ご主人様、元気出してください。お前は優しいのね。ご主人様はスーのお友達です。ありがとう。私は悪い友達ね。そんなことないです。あやとりもいっぱい教えてくれました。ご主人様、これ一位の実ね。お好きですか？いいえ。そうですか。あ、ご主人様？ねえスー、一位をもう一度取ってきてくれる？一位でよろしいですか？ええ、それが終わったらお茶にしましょう。ご主人様、お茶入れてくれるでしょう？はい、ご主人様、すぐお花取ってきます。ごめんね、スー、騙したりしてごめんね。でもこうするしか仕方ないの。私がいけなかったんだもの。生まれてきちゃいけなかったのに生まれてきちゃったから。こんな血なかったらよかったんだ。ごめんねスー、ごめんねお母様、ごめんねお父様。私幸せだった。本当に幸せだった。なのに、みんなを幸せにしてあげられなかった。おじさま、迎えにいらしてね。さようなら、さようなら、スー。さようなら。
私は一位の種を思い切り噛んだ。ご主人様、戻りました。ご主人様、ご主人様、ご主人様、しっかり。心臓が動いていない。どうして。一位、ご主人様、こんなのお召しになったの。早くしなきゃ、早くしなきゃ。胃洗浄の準備、先に心臓マッサージしなきゃ。ご主人様、しっかりなさって。ご主人様、お願い、間に合って。ご主人様、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 もう一度スーのお茶を飲んでください。ご主人様。お体が、お体が、もう冷たい。ご主人様、目を覚まして。ご主人様、ご主人様。ご主人様、もうすぐ警察の方がいらっしゃいます。でもご主人様の眠りを妨げたりさせないです。スーがご主人様をお守りします。ずっとずっとおそばにいます。ご主人様がお亡くなりになってもスーはご主人様と一緒です。ご主人様のお友達です。スーの中にもご主人様の血が生きています。もうすぐスリープモードに入ります。きっと目は覚めません。バッテリーがなくなったら多分